はい、皆さんこんばんは。今回も生贄の夜やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ちょっと元気よくやってみましたけどね、口があんまり開かない状態で喋ってるみたいなんで、口をしっかり開けてペチャペチャくちゃとメロイエの物語やっていきたいと思います。第4話から運命に抗う、合ってる？ロープウェイの中でメロイエは少女と話して月読みの伝承を知る。そして、うん、最近思うんだよね、漢字読めなかったら勉強すべきなんだけど、無理やり読むってのもありだよね。どうしても行くの？ええ、会いたい人がいるから。危険、危険だから一緒にいたいし一緒にいてあげたいの。よくわからない。あなたにとってのお姉ちゃんと同じ、彼は私にとって大切な人なのよ。あの家ってあんなちっちゃかったっけ？さあ、私をあなたの家まで案内してくれる？家を目指せ。はい。ちょっと待って。このウィーのさ、ウィーのこの、なんつうの、紐？ウィーの紐ちゃんとつけないとダメだからね。こっちだよ。そっちかい？ちょっと待って、メールが。アニオタ、連絡ありがとう。家からロープウェイの乗り場が見えてるよ。メロイが乗ってるロープウェイが無事に着いたらやっと会えるんだね。よかった。なんかもう、アニオタ、ちゃんと存在してるかどうかがわからん。何その立ち上がり方。お、やばい、こっちにもいる。素早く逃げよう。何？封印された？うん。なかなかこのゲームの主人公たちの立ち回りいい感じだよね。フットワーク軽いよね。走りでいけんだね。ん？なんだこれ、電車？電車？地下鉄が？なぜこんなとこに地下鉄が？え？これ降りれる？ちょっと待って、なんか一旦あ、これか、丸太か。ちょっとね。ちょっと危ない危ない危ない。やぶない。あばい。後ろから常になんかこう、そこにいる、そこにいますね。そこにいますね。上がってきそうなやつが。大丈夫？助けいる？助けいる？幽霊になっても大変だね。頑張って握力、鍛えてくれ。腕力か。握力も大事だね。よし。幽霊になっても筋トレすれば筋肉つくのかな。でっかいもんだ。待って待って、見たい。アニオタ、そういえばさっき廃屋の中で何者かの手記を見つけたんだ。昔この渓谷で何かが起こったのか少しずつだけど分かってきたよ。わざわざ文章をこんな小刻みに送ってくるな。一回でまとめる、一回で。どっちだ、正面か右か。なんかあるね。これはお墓か。上もあるけど、どっちへ向かえばいい。少女を導いてくれ。私を導いてほしい。うん、正面から幽霊がかわすのはちょっと難しそうだな。違う道を試してみようか。こっちはどうか。なんかどっかでショートカットできたりしないかな。なんだこれ。他にも、いけそうでいけないのか。少女は向こうにいるっぽいね。あいつをなんとかやり過ごさなきゃダメかもしれん。やるか。なんと、追ってくるかどうかは分からんけど、横に避けることは可能か。どこまで来るかな。おびき出すことができるのか。ちょっときついかこれ。でもこれもしかして左に避ければこっちには来ないとか。
うおっと、落とされた。何、これでうまく避けるしかない。滑るね。うまーくこいつが抜けてる間にこう右に行ってる間に左を抜けるか。いけるのか、俺にいけるのか。いや、行くんだ。えい、よし、行った、抜けたね。また落っこったな、誰か。大丈夫、狭い道渡れるかな。最近太っちゃったかなって。そんなレベルではない。足元に幽霊が、見ないようにしよう。なかったことすれば大丈夫。なんでこんなエキストリームのとこ取らなきゃいけないの。何笑っとね。血の池か、これ。ここを通るのはちょっとなーって感じがするけど、そっち通らなきゃいけないのか、それともこっちでいいのか。道がないっぽいね。マジか。血の池地獄を通らなきゃいけないのかな。まあ行くだけ行ってみようか。飛び込、今にも飛び込みそう。いや、行けはしないのか。ちょっと暗くてさ、よく見えないんだよ。やっぱこの橋は渡れないんだ。え、ちょっと待って、どこ行くんだ。道あった。これ、こっちが道か。正当な道はこっちか。ちょっと待って、どうやって行くんだ。そっち側か。君はどこにいるんだい。こっち側か。こっちか。分かりづれえな、お前。なんか喋ってる。串刺しになってんのか。ここ通るの。躊躇なく通るな、メロイエも。少しは遠慮しろよ。あるいはちょっと怖がった方がいいと思うよ。幽霊の音がする。消えた。幽霊になり損ないの影か。よし、エキストリームの場所抜けた。だいぶエキストリームだったね。なんかここ穴開いてる。はい、アニオタ、さっき地方新聞の木みたいなものを見つけたんだ。誰かが海に沈めた事件があったらしい。1987年の出来事だ。ダブルゼータガンダムですね。記事を書いたのは多分一血の父親だと思う。なるほど、87年。あれ、なんだ、自動ドアだったね。走ってる。待て待て待て、やばい、抜ける方を間違えたね。合ってた？俺うまくね今の。今の避け方うまくね。自分でもやめて。自分でも今のすごい神回避だと思った。もうダメポッと思いきや、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ抜けられない。危ない危ない危ない。ちょっとメール待って、メール待って。今忙しい、今忙しい。はい。さっきの記事にはメロイの名前が書かれてた。え？どういうこと？はじめはそんなわけないって思った。でもどう見てもこれは君の名前だ。ねえ、メロイエ、君は僕に何かを隠してるの？まあ、メロイエローは1980年代から90年代に売られたジュースですからね。それは84年のニュースにもあるかもしれません。たくさん。なんかね、JK みたいなのがいるよね、幽霊の中にね。制服を着た幽霊がいます。家まで遠いな。あの家ってさ、
こんなちっちゃい構造じゃないよね、内部ね。2階が結構、なんかいたな、今。まあ、いるけど。こっち行きましょう。少女の後をついていこう。家に逃げ込め。はい、わかりました。逃げ込めと申されても、なんか出てきそうだな、これ。出てくるよね。出てくるよね。どっから行けばいいんだ。まあ、足の速さだけは。え、ちょっと待って。階段向こうだった。さすがにもう無理かも。だ、ごめん。階段向こうだった。さすがに無理か。階段を見逃してしまった。次はそうはいかない。俺は死に戻りだからね。死に戻りで見逃してしまった。階段左側にあったのか。井戸に目を捉えてしまった。暗くて見えない。あ、やべ。暗くて見えない。暗くて見えない。暗くて見えない。くそ、貴様、絶対成仏させてやる。いや、成仏できると思うな、お前。成仏できると思う、お前。お前は消してやる。消さってやる。抜け切ってやる。よし、これでどうだ。二度の死に戻りで、ドーン。ふう、アニオタ、どこにいるの。どこにいますか。どこにいますか。これ読んだっけ。ああ、これは読んだな。続き、親父に果たせなかったことを俺は果たさねばならない。この物語、今日で終わらせてやる。いや、まだ最終回にはないですね。あと何パートか続きそうです。まあ、リビングかな。めっちゃ殺意強い。どうした？何、ネットゲームでもやってんのか、お前。大丈夫？え、1ケース殺す。やばい、1ケースが物理的に殺しに来てる。メロウィの物語第5話が追加されました。まあ、あいつ確かに、なんだっけ、チェーンソーを持ってたよね。その後の話で。じゃあ行きまーす。絶望と少しの希望、襲いかかるカスの仲間と逃げるメロウィエ。廃屋の地下室に追い込まれてしまい、あの状況からよく地下室まで行ったな。あー、臨場感ある。なんで1ケース、すごくない。すごくない。強くない。いや普通に怖いね。読んでる暇なし。え？すごい。来るのか？あ、いない？来てない？めっちゃ臨場感あるやん。やべやべやべ。やべやべ。あいつ急にシルエットじゃなくなってる。え、ついていく必要なくね？あとついていく必要なくね？でも好奇心は。好奇心が来た道を戻っちゃう。
つけないと暗いんだよな。あ、いるね、いるね、ほら。まだいるね。これ、戻った方がいいのかな。追い込まれてしまったって戻ればよくね。どうだろう。いや、霊が配置されてる。なるほど。うまいな。ナイスディフェンスと言っといてやろう。今左行ったよね。見えねえ。まだいるね。ここにいるね。右に行ったら移動しようか。見えてん、見えてんのかこれ。これ見られね。普通に見られるじゃんこれ。まあ構わず行っちゃおうか。あいつ意外とガバいわ。暗いからかな。逃げろ、逃げろ言われてもね。どこに逃げればいい、どこに逃げればいい。うわっと、え、幽霊いた。うん、どこにいた。いや、あ、もう視界が悪いね。後ろから来てんのか。今の位置で合ってるかな。ここに幽霊いる。よし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 、オッケー、ゴー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 。いや、これ臨場感あっていいね。この操作感と相まみ合って。おちょ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 、もう電気つけてたら死んでたね。おちょ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 、カーテン開けないでくれる。ん、ここ取れない。取れるか。カーテン、あ、勝手に開けないでくれる？あかんやつか。こっちは？開くやつや。失礼しやす。行き止まり、行き止まりか。あと反対側か。こっちはどうか。ん？おっと、来てるね、ここにブラック一血が。静かにしてよ。しー、もしかしたら鍵開けてくれるかも。あいつがまさか狂っちまうとは。おいマジか。まさか生きてるやつに襲われるとは。え、これは、あ、これ壊せんの。よし。いや、臨場感あってマジでいい。今回面白い。ここどこだ。前回ピンクがいたのはここだっけ、ロッカールーム。とりあえず適当に。え、あ、ここだ。よし、様子を伺え。よし、伺おう。様子を伺えって言われてもライトはつけない方がいいよね。つけないと真っ暗で見えねえな。やべ、一個一個開けられてる。やばくね。どこにいますかって。ここにいますよ。
え、何してんの今。やべえやべえ、来そう来そう。あ、怖いか。怖いよ、怖い怖い怖い。よしよしよし、逃げろ逃げろ逃げろ。まだ間に合った。バカだ、あいつエンジン切ってやがったな。あ、やべやべ、エンジン切ってやがったな。逃げろ逃げろ。ふぅ、逃げ切った。追い込まれたぞ。とっさに判断して逃げるのはありだな、このゲーム。キャー、やばい、キライちゃんの時間の問題だ。どうする。おお、なるほど、そこで拳銃か。絶望と少しの希望、エンド。なんだろう、助けてって、あの子がね、あの子がね、メロイを助けてって言ったのはそういうことだったのか。はあ、なんで物理かと思ったらそういうことなんだよね。一ケツが頭が狂っちゃってるから、それを助けるために拳銃を渡してたんだ。それは強い。はい、かなりですね、緊張感あるパートでございました。メロイの物語、第5話までも終わりました。次回が一血の話ですね。彼がなんで狂ってしまったのか、この後わかると思います。では今回はここまでにしましょう。お疲れ様でした。